それは伝説の怪物か。いや、違う。それは生きている。生きて眠っている。人間の心の中に。電気と感動し、爬虫類と心を通わせる男、インガンジー・モリソン。電気を修理し、大電波をキャッチする、雷電仏だ。なんで俺を怒らせた。俺の事故は雷だ。2000万ボルト、8万ボルトのお前とは桁が違う。8万かける250で2000万ボルトだ。なめたぞ。ペハラソギャペボジソワタハニャシンビョ。なめたぞ。